では、向田邦子の短編集、思い出トランプから、ダラダラ坂を朗読します。 マンションの扉をたたくのはトントンと2つずつ3回と決めてあった表札は庄司の言いつけで出してないいつもの通りノックをするとかまぼこ板ほどの覗き窓の布がガラスの向こう側からめくれて富子の目が覗くのである馴染んでかれこれ一年になるが何度見ても細い目だなぁと思う目というより 赤切れである笑うと赤切れが口を開いたようになった覗き窓からトミコが笑いかけるようになったのはこの半年である「俺が来るのが嫌なのか?」。庄司が聞くと富子はゆっくりと首を振った「嫌でないのなら少しは笑ったらどうなんだ」と言われてその次から笑うようになったのである。 口も重いが動作も重い富子は笑い方もぎこちなかった見栄えのしない平べったい目鼻立ちは笑うことを億劫がっているように見えたドアを開けて庄司を迎え入れると大木が倒れるように黙って汗ばんだ体を持たせかけてくるこれも庄司が教えたのであるそれまではただ困った顔で突っ立っているだけだった 二十歳という若さと色が白いだけが鳥へのズドンとした大柄な体であるパーマをかけるな化粧をするなという庄司の言いつけを守っている体を持たせかけながら富子は握っていた手のひらを開けてみせたピンポン玉が一つ乗っかっているああと庄司は気がついた先週は一回しか来られなかったから ちょうど1週間前の今日である入ってすぐ畳にあぐらをかいて冷たい麦茶を飲みながら「このマンションは曲がっているんじゃないか」と言った「緩やかな坂だが坂の途中に立っているせいか部屋がかしいでいるような気がする」「前から気になっていたのだが何か転がしてみる丸いものはないか」と言ったのを富子は覚えていたのである「買ったのかい?」と言うと 120円高くてすみませんと取れる言い方で畳の上に置いたピンポン玉は転がりもせず六畳の真ん中に止まっていた西日を受けて白く光っているピンポン玉はそのまま富子であった言われなければ何もしないが言われただけのことはする女なのだそこが気に入ってこうなったのである。 庄司はちょうど50である富子のマンションへ通うのは週に2回だったが庄司はいつも坂の下でタクシーを降りた一方通行になっていたからだが通れたとしてもそうしていたに違いないそこから先へ行くとメーターが上がるのである中小企業にしろ社長という名刺を持ち運転手付きの車を持つ身分になっても 正治はタクシーに乗るとメーターが気になる性分だった目的地が近くなりそろそろカシャッという音がするなと思うと一人でに腰が浮いてこの辺でいいや車を止めさせあとはせかせか歩くのであるネズミというあだ名もこれでは仕方がないなと自分を笑いたい気分になることもあった いつもはせかせか歩く庄司だがトミ子の部屋へ行く時だけは別だったタクシーを降りると角のタバコ屋でタバコを一つ買うそれからゆっくりと坂を上るのである坂は緩やかな勾配だからいつもの急ぎ足で登っても骨ではないのだが庄司はゆっくり登りたかったマンションに女を囲っている マンンションと言ったところで六畳四畳半の中古だし女も大威張りで小座に出せる代物ではないがそういう身分になれたというだけで弾むものがあった「男の花道」という言葉がちらちらした「花道はゆっくりと歩いた方がいい」「この辺りは元は麻布と呼ばれた屋敷町である。 坂の両脇には昔ながらの古びた家をいたわりながら住んでいたり思い切って建て替えたりの違いはあるにしろ庭付きのかなりいい家が並んでいた石塀に蔦の絡んでいる家がある白木蓮藤山吹猿すべり庄司は生垣の間から庭をのぞき込みながらゆっくりと歩いた尋長下の匂いも久しぶりに嗅いだ気がした。 このの坂は生の四季であった「そういえばトミ子のためにこのマンションを見つけたのは去年の桜の頃である」「あの頃坂いっぱいに花吹雪を散らしていた坂の中ほどの家にある桜は今は桜だったことが嘘みたいな濃い緑の大木になって道に影を作っている」 富子は庄司の会社の女子事務員として試験を受けに来た一人であるそろばんができるのと字が上手なので面接まで残ったのだが結果は一番先に落とされたのが富子だったこりゃどうしようもないや富子がお辞儀をして出て行くか行かないうちに人事担当の男が声を上げた「でかすぎるよ」 男としては小柄な社長の少子の機嫌を取る小姉だった。ありゃ鈍いな足首見りゃわかるよ。経理部長も採点表にバツ印を書きながら調子を合わせた。面内千鳥の高島だ。人事担当が歌い出し、古いなあと混ぜっかいしながら一同が笑った。その通りであった。大きすぎ、太りすぎていた。目が細いせいか、 表情がなく陰気に見えた服装もやぼったく受け答えも鈍重だった高校の成績も中の下だったしろくな系類もなかった「今時の女の子にもこういうのがいるんだな」と言いながら庄司も皆と同じようにバツ印をつけたつけながら門脇富子という名前と連絡先をそっとメモしていた手が 一人でに動いたという感じだった富子は北海道シャコタン半島の生まれである重い口がほぐれポツンポツンと生い立ちをしゃべるようになったのは随分ん後のことだが肉といえば馬肉のことで子供の時分牛肉はあまり食べたことがなかったというどういうわけか富子の村だけが 食品を包むラップフィルムの普及から取り残されてしまった葬式のため東京の出稼ぎから帰った男たちが西目を冷蔵庫にしまう時「ああいう便利なものがどうしてここにはないのか」と言い出し説明するのだが一度見たこともないのでさっぱり見当がつかなかったという話に笑ったりした着ているものを脱ぐと富子の白い体は さらに一回り大きく思えた。庄司は自分があだ名の通りネズミになって白いピカピカ光った大きな鏡餅によじ登って遊んでいるような気がした「ばあちゃんかひいばあちゃんがロシアの男と間違いでもしたんじゃないのか?」。半分は本気で尋ねるとトミ子はさあと首をかしげる格好になった。こういういい時でも細い目は 怒っているのか笑っているのかはっきり読み取れなかった目といえば初めてホテルで庄司の言うことを聞いた後ト富子は涙をこぼした小さなドブから水があふれるようにじわじわびしょびしょと涙があふれた赤切れみたいな目からは絵に描いたような涙の雫はこぼれない仕掛けになっているらしい。 富子は気が利かない代わり先をくぐって気を回すことをしないから気の休まるところがあったこの部屋ではいい格好もしなくて済んだし定裁を作ることもいらなかった風呂から上がり腰に湯上がりタオルを巻いただけで畳にあぐらをかき枝豆と冷ややっこでビールを飲めたその辺の惣菜屋で買ってきた薄いとんカツにソースをジャブジャブかけて食べ 勇敢を三面記事から先に読んでも構わなかった「PTA だ」の「ダンスパーティーと発音するとバカにした顔をする息子や娘もいなかった庄司は電気通信学校卒の叩き上げである「お茶だ料理だ」と稽古ごとに地道をあげそっちで知り合った友達から電話がかかると気取った調子で長話をしている女房の声も聞かなくて済む。 庄司は富子のつつましいところが気に入っていた余分な電気をつけておくのをもったいながり夕方はかなり手元が暗くなるまでスイッチをひねらなかった甘いと保証されて買ったスイカが水っぽかったと言って庄司から食べかけを取り上げ坂の下の八百屋まで交渉に出かけ新しいのと取り替えてきたりする甘くなかったんだけど つんと一言言いあのはっきりしない細い目でじっと相手を見て立っていたのだろうと思うと庄司はおかしくなりだんだんとシャコタン半島というところが好きになってきた3日か4日暇を作って富子と一緒に北海道を歩いたら面白かろうと思うようになった一つだけ揉めたのは富子が隣の女のやっている店の 伝票整理を手伝っているのが分かった時である梅沢というその女は庄司も顔を知っていた近所のバーの雇われマダムをしているという356のちょっといい女である坂の途中で出会うこともあったしマンションの前でゴミを捨てている時に心得顔で会釈されたこともある西洋人みたいに整った目鼻立ちで昔は絶対になかった顔である とみ子には隣近所とは付き合うなと言ってあるのだが隣の梅沢とはガス湯沸かし器の使い方を教えてもらったりで口を利くようになったらしいそろばんができるというので帳簿整理を頼まれたというのだが庄司がいるだけは渡してあるはずだというと富子はお金じゃないのと言った何もすることないからこういうとき トミコの白い大きな体は妙な威圧感があった取引と遊びを兼ねて庄司がバンコクからシンガポールへ飛び10日ほど日本を留守にしたのは夏の盛りのことである褐色の肌をした骨の細いしなやかな腰をした女たちを選ぶ機会は何度かあったが結局庄司は何もしないで帰ってきた。 山も水も人もすべてチョコレート色の国にいると東京のマンションにいるトミ子の白い大きな塊が懐かしかった西日の差し込む赤く焼けた畳の上で裸で冷ややっこや枝豆が食べたかった庄司は予定を一日早く繰り上げて帰ってきたトミ子と朝まで一緒にいたことは一度もなかったが今晩はそうしてやろう ケチなももののだがサファイアの土産もある電話をかけずにいきなりノックして脅かしてやろう「富子のやつ覗き窓からどんな目をして見るだろう」と思うと年がいもなく弾むものがあったいつもの通り坂の下でタクシーを降りタバコ屋でタバコを一つ買ったタバコの買い置きは富子の部屋にもあるのだがいつもの癖で。 車を降りるとタバコ屋のガラス戸をコツコツと叩いていたこれが庄司の優等の芝居の幕開きの木なのであるいつもは釣り線の用意のいい家なのだがこの日は珍しく小さいのを切らしていて店番の老婆が奥へ取りに入っていった店の奥に小さな鏡があって待っている庄司の顔が映っている。 死んだ父親にそっくりである年を取ると枯れてしぼむ血筋らしくまた一段とネズミに似てきたまあいいさネズミだって血分き肉踊る時があるんだあれは庄司が小学校5年生の時だったたたき大工をしていた父親に連れられて 最小期という挑戦の舞姫の踊りを見に行ったことがあった。どうして父がそんな切符を持っていたのか、誰かにもらったのか。そんなことより覚えているのは、末の妹を身ごもって、お腹が大きかった母親が、キャラメルを買って、学生服のポケットに入れてくれたことである。大きな挑戦の太鼓を叩きながら、舞台いっぱいに踊る最小期の姿である。 見慣れない色の民族衣装を翻し、白い大柄な肌が汗で光っていた。自ら打つ太鼓のリズムは狂ったように激しくなり、狂ったように踊る人は、荘司の目には何もまとっていないように見えた。踊り終わって、がっくりと打ち伏すように倒れると、満員の公会堂が震えるような拍手が起こった。荘司は、 隣の父親が誰よりも激しく手をたたいているのにびっくりした。日頃は気性の強い母親に言い任され、道楽といえば遠大将棋の父親である。体を前に乗り出し、口を半分を開けて、手をたたき続ける父の横顔は、初めて見る男の顔であった。このことは母親には言わない方がいい。 子供心にもそのくらいの見当はついた鏡に映っているのは10日ぶりに娘ほど年の違う女に会いに行く顔であるそれはあの時の父の顔である最小期もズドンとした白い大きな体をしていたような気がするいつもの通り 少子はノックをしたがどういうわけかかまぼこ板ののき窓は開かなかった留守のはずはないノックをする前に中から水仙便所の水音が聞こえたばかりである少子はもう一度たたいたが中からは物音もしない物音はしないがいるのは気配でわかる一体どうしたというのだこんなことは今までになかったことである 隣のドアが開いてマダムの梅沢が顔を出した濃く化粧した顔がこわばり何か言いかけて言葉を探しているというふうだったトミ子に男がいたこの女はそれを知っているトミコ子ミ子トントンと二つずつ三階どころではなかった少女は大きな声で怒鳴りめちゃくちゃにドアをたたいた覗き窓が 向こう側から開いた覗いたのはトミ子の目ではなく濃いサングラスであった「男はヤクザか!」ドキンとしたがそれは庄司の早とちりであった男どころか誰もいなかった富子がサングラスをかけていたのである富子の両眼は村芝居で見たお岩様のように赤く腫れ上がっていた。 庄司が万国に立った日に二重まぶたの整形手術を受けたのだという世話をしたのは隣のマダムだった「どうして俺に黙ってそういう真似をしたんだ」庄司は富子をこづいていたその弾みか置き時計の後ろにでも置いてあったのかピンポン玉が棚からふわりと泳ぎ出してきたピンポン玉は畳の上で 二つ三つ小さく弾んでからゆっくりと部屋の隅に転がって止まった「俺はその目が好きだったんだおふくろの手にできていた赤切れみたいな目笑うと赤切れが口を開いたようになる目泣くとドブから水があふれるように形のはっきりしない涙がじわじわびしょびしょとにじむ目がよかったんだ」 トミコは黒い眼鏡は赤切れの目よりももっと何を考えているか分からなかったムームーを着たトミコの背中は西日を受けて白くてピカピカしていた指先に薄赤いマニキュアがあった気のせいか 手首が前より細く締まってきたような気がする結局トミコは一言も謝らなかった10日ほどして目の周りの腫れが引くとトミ子の目は隣のマダムと似た形になったもともとの造作が違うのだから全く同じというわけにはいかないが 同じ医師が手術するとこういうことが多いらしいとみ子は口数が多くなった顔にも体にも表情が多くなった毎日少しずつ自信がついていくようであったその分だけというわけでもないが生司は疲れやすくなった今まで大義だと思ったこともない緩やかな坂を上るのが億劫になった タクシーの運転手に回り道をして坂の上までやってほしいと頼んでいたわずか70円かそこらを惜しむわけでもないのにどうして今まで気が付かなかったのだろうだらだら坂は自分でも気が付かないうちにつま先が先に降りていく。下から登っていく時の 馴染んだ家や庭ではない初めて見る表札や垣根である富子はノックしても出てこないかもしれないこの次は鼻を直し頬を直しだんだんと隣のマダムそっくりになる白くこんもりと盛り上がったズドンとした体は足首がくびれ胴がくびれてくる大きな鏡餅の上で安らいでいたと思っていたが 気が付いたら鏡餅はテカテカした白い裸のマヌカン人形になっているのだ惜しいという気持ち半分ほっとしたという気持ち半分が正直なところだった大した坂ではないと思っていたがそれでもこの辺りは高台になっているらしく目の下に商店街が広がって見える屋根もガラス窓も看板も みなみかん色に輝いていた夕焼けであった <noise> ちょうど一年この坂を上り下りしながら上りは日に背を向け帰りは闇になっていた 言い訳を考えながら帰ることもあって下の街を夕焼けの街を見たことがなかったトミ子のマンションに寄らずこのままだらだらと坂を下り下の煙草屋で煙草を買ってタクシーを拾って家へ帰ろうか。 庄司は坂の途中で立ち止まり指先でポケットの小銭を探した。 いかがでしたかそれではまた次回お楽しみに。